こちら戦国の氷川神社の本殿脇裏手ですね。鉄筋コンクリートですね。戦災でダメになって、それでも直したのに戦争で焼かれて、なのでこういう形になりましたということらしいんですけども、鉄筋コンクリートになりましたね。まあ、防火の関係もあるので、最近のあの神社はもうこういう形になってます。あと歴代の人が要は建て直しをしなくてもいいような感じで作ってると思います。大体この手の神社は建てるのに、この大きさ鉄筋コンクリートで建てたとしてもやっぱり 億以上いくので、内装もあるんでね、3億4億5億5億かな、5億いくだろうな、ちょっと計算は分かんないですけど、まあ装飾類に外装は宮大工さんが関わらほとんど関わらないので、その分は安いと思いますけどね。でもまあ今後やっぱりこういう形にならざるを得ないんだろうなと思います。鉄筋コンクリートでも神社を残してほしいですね。